はい、皆さんこんにちは。小春子の木です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は3月権利で氷回り厳選優待銘柄と題してお送りいたします。今回は第一交渉証券コード7458についてお話しします。第一交渉はカラオケボックスビッグエコーを展開し、ダムなどのカラオケ機器を提供している会社です。直近の株価は 1974.5 円で、時価総額は2160億円です。 PR は 16.6 倍、 PBR は2倍、 ROE は 7.92% となっており、自己資本比率は 59.5% です。配当利回りは 2.9% で、2023年から 0.5 円の増配を予定しており、株主還元の姿勢も評価できます。第一交渉の最大の魅力は株主優待で、年2回3月と9月に同社グループが展開する飲食店などで使用可能な優待券がいただけます。保有株数に応じて200株以上で5000円分、2000株以上保有している場合は1万2500円分の優待券がいただけます。200株保有の場合、配当と合わせた総合利回りは 5.4% になります。業績の面では2024年3月期の予想売上高は1445億円、予想営業利益は180億円とされ、増収増益が見込まれています。直近の決算も好調で、売上高は1098億円、営業利益は150億円となっています。過去半年間を見ると株価は低空飛行が続いており、2月15日には1854円の安値をつけましたが、3月に入り持ち直しています。コロナの影響でカラオケのイメージが悪化し株価が低迷していましたが、コロナの影響が薄らいで業績は回復傾向にあります。それでは AI による株価の予想です。現在の株価1974円に対して、目標株価は2785円で 41% の上昇余地があります。 AI は現在の株価を相当割安と判断していますね。次はデルーナ証券コード9997についてお話しします。デルーナはカタログ通販を主体とした事業を展開しており、不動産事業やホテル業など多岐にわたる事業を手掛けています。身内にナース関係者がいるんですが、デルーナってナース関係にも強いんですよね。直近の株価は629円で、時価総額は612億円に上ります。 PR は 8.7 倍、PBR は 0.46 倍となっており、とても割安感があります。この会社は比較的買いやすい株価であって、高い配当と優待利回りが魅力です。配当利回りは 3.26% で、5年連続の増配を続けており、安定した配当支払い能力を持つ企業です。こんなに割安だとそのうち TOB を仕掛けられるんじゃないでしょうか。株主優待については年2回3月と9月に提供され、保有株数に応じて異なる優待が受けられます。100株以上の保有で1000円相当の優待券や通販専用ポイント、自社の食品、お菓子、ワイン、日本酒から選択できます。500株以上であれば3000円分、1000株以上で5000円分の優待がいただけます。それとは別にホテルでの宿泊、ディナー、飲食店でのディナー、ゴルフ場のプレーフィーなどに使用可能な割引券もいただけます。割と高級な施設が多くて行ったことのないところばかりですけどね。100株保有時の配当と合わせた総合利回りは 6% を大きく超えます。業績面では2024年3月期の売上高は2085億円の予想で、わずかながら減収となりましたが、営業利益は100億円を予想しています。株価は昨年末に585円の安値をつけた後、600円台を維持しており、短期的にはゴールデンクロスを形成するなど株価の反転を期待する動きがあります。それでは AI による株価の予想です。現在の株価629円に対して、目標株価は678円で 7.8% の上昇余地があります。ちょっとしたきっかけで上昇しそうな雰囲気がありますね。今回は権利確定日直前の総合利回りが高い銘柄を紹介しました。どちらの銘柄も
配当利回りと優待利回りが高く、長期保有にも向いています。利回りが高ければ購入後株価が下がったとしても配当金が下落分をカバーしてくれますし、優待の楽しみも味わえますよね。皆さんも夢の配当金生活を目指して一緒に頑張りましょう。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方はぜひチャンネル登録をお願いします。また今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は高評価のボタンをクリックしていただけると今後の動画作成の励みになります。その他ご意見ご要望などあればぜひコメント欄にご記入ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。